豊島駅は山梨県南駒群南部町豊島にある東海旅客鉄道見延線の駅である。山梨県内の鉄道駅では最も南に位置する。島式ホーム一面二線を有する地上駅。線路はほぼ東西に走り駅舎はその北側に設けられている。乗り場は駅舎側から一番線、二番線で、それぞれ富士方面、甲府方面の列車が発着する。 当駅はその他に側線を三本持ち、うち一本は一番線の北側に、あとの二本は二番線の南側にある。ホームの入れ方の橋は緩やかな坂になっており、これを下ったところから、遮断機、警報機付きの構内踏切が一番線の線路を越えて駅舎に伸びている。ホームの上には大きなひさしを持つ木造の待合所がある。また、駅の構内いねよりの一番線線路脇には、 ブロック積み1階建ての建物があり、身延工区の豊島休憩所となっている。駅舎は1994年に改築されたもので、コンクリート打ち放し1階建ての小さな建物となっている。切り妻屋根が特徴で、内部には待合所と業務用の倉庫が設けられている。1983年に無人駅となり、自動券売機がないために当駅で切符を購入する。 ことはできない。身延駅管理。山梨県統計年間によると、1日あたりの平均乗車人員は以下の通りである。駅の南を富士川がほぼ身延線に沿う形で流れており、駅のある方に、豊島の駅とは対岸に、万沢の集落が開けている。二つの集落は、駅のすぐ東にある国道469号の満栄橋で結ばれており、 豊島だけでなく、万沢へも当駅が便利である。豊島の集落には、豊島官郵便局などがあるが規模は、万沢の方が大きい。万沢には、南部町、万沢支所、南部警察署、万沢駐在所、南部町立万沢小学校、南部町立万沢中学校郵便局などがあり、国道52号も走っている。 その他あたり駅付近の主要なスポットとしては、スケノ川温泉がある。なおコンビニは最も近いものでも、駅から3キロメートル以上離れている。ありがとうございます。